皆さんこんにちは。昭島市から参りました中神熊野神社獅子舞保存会です。今子供たちが棒を回していますが、これは棒使いといい、獅子舞を狂う前に場を清めるため行っております。ササラスリといい、木の精を表現しています。中神の獅子舞は450年以上前から継承され、現在獅子舞保存会のメンバーは小学3年生から84歳まで在籍しています。そんな中神獅子舞は毎年4月の第3土曜日曜日に春祈祷の儀として奉納を行っています。しかし、ここ3年はコロナウイルスの影響で開催が難しい状況が続いています。再開することができましたら皆様ぜひお越しください。中神獅子舞には12通りあり、この時間は剣係という演目を行います。山から里へと降りてきた獅子たちを退治するために剣士が登場し、真剣を使い暴れ狂う獅子たちと戦う様子が表現されています。
いよいよ刀を取り出しました。ここから剣士と獅子たちの戦いが始まります。剣士から刀を奪おうとしています。剣士は獅子たちを退治しようと刀を振りかざし始めました。もっとじっくり確認したい方がいらっしゃいましたら、毎日
の第3、土曜、日曜日に行われる春祈祷にぜひお越しください。Thank you.